ラスマス・フェイバーは、スウェーデン・ストックホルム出身のミュージシャン。音楽プロデューサー、作曲家、編曲家、プログラマー、キーボーディスト、DJ などをこなす。ジャズピアニストをベースとしながら、ハウス系プロデューサーとして活躍し、日本のアニメ音楽にも関与するなど、ジャンルを超えた音楽活動を行っている。 父親のグンナール・ベリスティーンは1995年度のグラミスにてジャズ部門を受賞した経歴を持つバリトンサックス奏者である。息子であるラスマスも7歳からピアノを弾き始め、音楽学校で演奏技術や音楽理論を学んだ。17歳の頃よりプロミュージシャンとして活動し、ジャズやポップスのプロデュースを手掛けていたが、 友人のハウスミュージシャンのレコーディングに参加したことをきっかけに自身もハウスミュージックを制作するようになった。2002年にデビューシングルネバー・フェルト・ソフライをリリースし、イギリスのディフェクテッド・レコードとマネジメント契約を結ぶ。2003年に自身のレーベルファープレイン・レコーズを設立し、レーベル第一弾のエバー・アフターが世界各地のクラブシーンでヒットした。日本では ソファーをはじめとするシングルコレクションをリリースし、乙女ハウスブームの立役者、ハウスシーンの貴公子とも呼ばれる。2008年には自身初のオリジナルアルバムウェア・ウィー・ビ・ロングを発表し、ラファーオーケストラを率いてのバンド公演活動も行っている。また、マイス・プイスで偶然見つけたという女性シンガー・フリーダのプロデュースを行っている。 幼少期より日本のアニメ音楽に影響を受けており、2009年より日本のアニメソングをジャズアレンジしたプラチナジャズシリーズを発表。iTunes アルバムチャート Amazon ジャズチャートビルボードジャパン、ジャズアルバムチャートで1位を獲得し、動画共有サイトで公開した、初めての中が180万回、生肝飛行のライブ映像が100万回の再生回数を記録するなど反響を呼んだ。 青函飛行を歌う声優の中島愛については、歌声に惚れ込んでいたと語っており、互いの音楽活動に協力し合っている。2015年は、学生都市アスタリスクにおいて、アニメ作品の劇ともを初担当した。クラブにおける DJ アクトでは、キーボードと CDJ3 台を駆使する独自のスタイルを見せる。たびたび、日本ツアーを行う親日家であり、 日本語用ツイッターアカウントでファンに向けてメッセージを発している。2011年3月、東日本大震災後に海外アーティストの公演中止が相次ぐ中、今日本は危ないという外からの一方的なイメージを吹き飛ばすためにも僕のようなアーティストが日本中をツアーして世界中に日本は復興に向けて頑張っていることを伝える必要があるとの思いから 日本ツアーを決行した。日本のアニメとの出会いは、幼稚園の頃に見た、風の谷のナウシカ。17.18歳の頃に見た、マクロスプラスは、自分の人生を変えたとも言えると述べている。他に、好きな日本のアニメ作品としては、ウサギドロップ、ノエインもう一人の君へ、シュタインズ、ゲート、テスノート、鋼の錬金術師、ファンタジック・チルドレン。 マクロスシリーズといったタイトルを挙げている。作曲家では、坂本隆一、久石譲、菅野陽子、梶浦幸、上野浩二上松信夫、浜渦正志らが好きだという。ありがとうございます。